カバサワが足しげく海外に行く理由。私が思っていることとかをちょっと話したいと思いますけどね。インプット、アウトプット、フィードバックを繰り返しましょうというのがカバサがいつも皆様にねお伝えしている話でございますけども、カバサも動画でこうやって発信したり、あるいは本を書いたりアウトプットするというのが仕事なんですけど、ただアウトプットだけしてると枯渇していくんですよね。話すこととかお伝えしたいこととかがどんどんと薄くなっていきます。薄くなっていくか、また同じことの繰り返しになってくるわけですね。だから常に新しいインプットを入れていかないと、濃いアウトプット、質の高いアウトプットというものがなかなかできないわけです。なので常に刺激を受けていなければいけない。そして脳というものは刺激を受けないと退化していきます。黙ってると退化していきます。特にカバさんも57歳、今月58歳になりますけども、あ、後ろで写真撮ってる人いますね。これ50代後半から60歳になっていくと、どんどんと体力も低下していきます。そして気力も低下していきます。モチベーションも下がっていきますね。元気もなくなっていく。何もしないと老化していくわけですね。だから脳に対してどんどん刺激をしていかなきゃいけないわけです。脳に対していろんな刺激を与えていかなきゃいけない。そのためには行ったことのない場所に行った方がいいですよとか、会ったことのない人と会った方がいいですよとか、いろんな人に会ったり、いろんな話を聞いたりするということがものすごく脳の刺激になるわけですね。こうやって皆さん海外にこうやって来て、こういう場所でですね動画とか撮ってますけども、必ずねこっちの現地の人の住んでる人の話を聞いたりするっていう時間が結構あるんですね。昨日はですねチスパーという新しくスペインバスク地方にですねバスクの食材を使った料理というものをね開業したですね前田哲郎シェフと一緒にね案内してもらいながら、最近できたレストランとかに一緒に行きながらですね、最近のスペインの食事情、あるいはですね料理とは何かとかね、ローカルな食材を使う意味とかね、最近の料理界の良い点悪い点なんかをずっとこう何時間も昨日話を聞きながらですね、学びながらご飯を食べながらですね楽しみながら学習していたということですね。一流の人と話を聞くと非常に脳刺激を受けますので、最先端でやってる方の一流というかですね、いろいろと、あるいは苦労してる方とか、海外に来て第一線で活躍されてる方っていうのはめっちゃ苦労してると思うんですけど、めっちゃ成功してる人もいるんだけど、その陰にいろんな苦労とか大変さっていうのがあると思うんで、そういったところに非常に学びのチャンスとか気づきのチャンスっていうのがとてもあると思うんですね。だからカバサワの本とかをよく細かく読んでいただけると、例えばこれからの生き方図鑑とかそうだけど、カバサワの旅行の体験とかさりげなくこういろんなところに差し込まれているというかな、盛り込まれているインプットなんですね。だからインプットしないともう脳は退化してしまうんで、本当に皆さんも新鮮な刺激を入れた方がいいです。海外旅行とかお金がないから行けませんっていうふうに皆さんおっしゃるんだけど、別に海外に行く必要はないですね。行ったことのないところに行けばいいので、行ったことのないところは、私も国内だとだいぶ行ってるので海外になっちゃうわけですけども、国内でもいいですしね、日帰り旅行でも行ったことのないところはいっぱいあると思うし、あるいは会ったことのない人といろいろなことを聞く、例えばカバサワも出版記念講演会とかいつも開催してますけど、そういったところに行って直接会ったことのない人から話を聞くってことで、めっちゃ学びになるんですね。行ったことのない場所に行ったり、会ったことのない人と会って話を聞くことによって、アセチルコリンという創造性の物質ですか、ひらめきの物質、こういったものが非常に活性化しやすくなると言われています。アルツハイマー病のような認知症の患者さんにおかれましては、アセチルコリンというものがものすごく下がってくるわけですね。逆に言うと脳活、脳のトレーニングでもあるし、認知症の予防にもなるわけなので、新しい刺激っていうものが非常に重要だなっていうことを思います。あとまあコロナというのもあって、ここ3年ぐらいねなかなか海外に行けなかったということもありますので、今行けるようになったから来てるわけですね。皆さん何か今円安が進行しているからお金がかかるので海外とか行きたくないですとかね、またいろんな理由をつけて行かない理由を皆さん言うんだけど、来年海外旅行できるかどうか分かんないのでね、それはね、また何かコロナが流行するか別な感染症が流行するか分からないし、国際情勢がやばくなってくると海外旅行とかもやばいなっていうようなことになってくるかもしれないし、それこそまたテロのようななんかそういう事件とかが起こったら一気にね海外旅行行けなくなる可能性もあるわけだから、いろんな可能性を踏まえると、今皆様に開かれている可能性とか今日できていることが明日できているとは限らないわけですよ。それを皆様方はこのコロナ禍を通して学んだはずなんだけども、ほとんどの人は学んでないのかな。今楽しまないと、割とキリギリスって話があるけども、今楽しまないと1年後楽しめるかどうかっていう保証は全くないんですよね。全くなかったわけですよ、実際コロナの時。だから来年どうなってるかなんてことは誰にもわからない。もちろんその平和な時間が続いてですね、いろいろと海外に行ったりね、あるいは日本国内でもいろいろ遊んだり楽しめたりする時間が続けばいいとは思うんだけど、そんなことは来年にならないとわからないわけです。カバサワがいつも言ってるように、あまり先のことを考えて不安になってもしょうがないので、そのために今できることはっていうことを皆様に問ってるんですよ。だから来年だって再来年になって5年後どうなってるかわかんないけど、今遊べるあるいは楽しめるのであれば楽しんでおいた方がいいですよね。
だから今楽しめる人はできるだけ楽しみましょう。お金を使わないで楽しむこともできるし、毎日を楽しむ人の考え方っていうのはそういう人のために書いた本なんだけど、ラーメン一杯でも幸せになれるんですよ。本当に美味しいラーメン、あるいはカレー一杯でも、いやーこれ本当美味しいわっていうと出会った時の、なんというこの幸せなことでしょうか。だからまあ500円とか1000円でも別に幸せになれるので、パパさんは海外ばっかり行ってこれ見逃しに自慢しやがってっていうネガティブな書き込みとかも時々あるんだけど、別に1000円で楽しむこともできるわけです。逆に言うと、私はお金がないので海外なんか行けませんという人が、じゃあそういう身近な楽しみを毎楽してるかっていうと、してないんですよね。結局海外にも行かないし、家のすぐ近くに新しいラーメン屋ができても食べに行かないんですよ。そういう人はそのラーメン屋が人生で最高に美味しいラーメン屋かもしれないのに行かないんですよ、ほとんどの人は。だからもっと身近にできる毎楽を皆さんもね、やっていけることがいいと思うんですけどね。そういう風にフットワーク軽く巻いたの、巻いたのって毎日を楽しむってことですけど、フットワーク軽く巻いたのができないと、その1週間まとめて海外に旅行するなんてことは到底できないわけですね。近くに新しいラーメン屋ができたのに、そこに30分の時間をかけて食べに行けない人が1週間休みを取って海外に行くなんてのは不可能なので、フットワーク軽く巻いたのをできるようになると、いろいろな楽しみのチャンスとか楽しみの可能性っていうのが広がっていくのでね、ぜひ皆様も今どっか旅行にできるってことがめっちゃ幸せなことですよってことに気づいてほしい。観念的には気づいてると思うけど、何もしてないということは気づいてないと同じなのでね、それはね。だから日帰り旅行もできるし、1泊2日でもどっかいろいろなとこが行けますし、2泊3日あるといろいろなとこが行けます。この間カバさん台湾に行ってましたけど、2泊3日で結構いろいろと楽しめましたしね。だから時間とお金の制限がある中で、自分なりにいろんな楽しみを見つけてエンジョイするってことがとても大切です。それは何が大切なのかというと、インプットアウトプットフィードバックを回すってことが大切なので、自己成長のために大切だし、逆に言うと仕事のクオリティとかを高めていくためにも大切だし、仕事のモチベーションを上げていくためにも大切なんですね。だから樺沢的には本を書き終わったぐらいのタイミングで大体海外に行ったりして、自分へのご褒美と次の本の執筆するためのモチベーションを上げたり、自分へのご褒美しながら満足度を上げて幸福度を上げて、よしまた次も頑張るぞっていうね、そういうことを含めてタイミングが合えばですね、できるだけ海外に行くようにしていますっていうのが、樺沢が足しげく海外を旅行する理由ですね。ということで、なんてこうやってちょくちょくカバサが海外に来てるかという話でございますけどね、結論から言うと楽しいからという一言になりますけど、皆さん楽しいことやらないんですよね。身近なところの小さい楽しみから入っていかないと、大きい楽しみということを楽しむことはできませんので、ぜひ皆さんも小さな楽しみというものを身近な生活の中から見つけ出していってほしいなと思います。それでもまだ楽しみ方わからないという人は、カバサの著書、毎日を楽しむ人の考え方という本の中にね、どうやれば毎日を楽しめることができるかということが詳しく解説されておりますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。